何これすごく久々じゃない？そうなんですよ。えらく自信満々だな。今回ちょっと気になることがありまして。気になること？もしかして追加されてから一回も触れていないガチアサリとか、サーモンランについてとか、それとも追加された武器とかについてか。サボってて。すいませんでした。よし許す。意外とあっさり許されたわね。そして今回気になっていることってこれだろ？おっと、もしかしてバレちゃっていましたか？いつもこういうのだけはやる気だったからな。こんなもんシナモンロール一択だろ。シナモロール、だからな。え？いや、よく見るとちゃんと書いているからな。ほんまや。それじゃあオープニングいきますよ。はい、というわけで全然やってなかった。ガチアサリ、やっていきましょうね。リハビリなのにガチ系からやっていくなんて、モード M とかそういう類にし、せっかくだからやりたいの？わかる？わかるわかる。そんなに圧をかけてこなくてもよくわかったから。で、今回使っていくのはスプラシューター。定番中の定番。リハビリにはもってこいですね。これで敵をバッタバッタ倒していくって寸法ですよ。ちなみに確認なんだけどさ、ルールちゃんとわかってる？もちろん当たり前じゃないですか。ルールは分かっていても弾は当てられないと。やられちまったんだぜ。クールポコ風に？やっちまったな。男は黙って。弾幕はパワーだぜ。って誰が男だ。じゃあ一体何なんだよ。は。マリサはバナナ。バナナといえばゴリラ。つまりマリサはゴリラ。その暴論で人の評価を下げていくのはやめて。ゴリラの VTuber もいるくらいだから大丈夫かと。そういう問題じゃなくてだな。ほらマリサ目の前に敵さんがいるよ。全然当たらねえ。コントローラー投げるのだけはやめてね。キル取られた。あれ、奥の方にでかいアサリ落ちていない？あれ入れれたらめっちゃ仕事した感出るよな。よし狙っていくか。敵多くて危なくない？ゴリ押していくんだぜ。ゴリラだけにね。その憎たらしい顔なんとかならなかったの？無理ですね。だって生まれつきの顔ですもん。もう手遅れだったそうです。さて飛んできましたわ。残り10分。一気に飛んだな。飛んできたのにスコアが変わってないっていうね。逆転されてて普通にピンチなんだぜ。とりあえず今は目の前の敵さんに集中しましょ。マニューバのスライドは未だに慣れないんだぜ。今すごく危なかったわよね。生きた心地がしなかったんだぜ。そしてスペシャルを使っていく。いい感じに仕事ができているんじゃないか。さあ、あとはいかにアサリを押し込むか。味方さんナイスキル。そして味方に大きなアサリができたということは、全力で援護に回っていくんだぜ。おい、援護できてないぞ。逃げ腰なのバレちゃったかな。味方さんナイスカウントリード。目の前にある小さいアサリもシュートしたいな。それなら先に敵さんを拾ってシュート。私の忠告聞いていました？聞いていませんでした。また偉く誇らしげに。やっぱり難聴持ちなので。難聴は辛いよね。うん、でも嘘は良くない。バレちゃってましたか。あとは延長をしのぎ切れば勝ちよ。あのでかいのを持ってるやつを仕留めれば終わるんだよな。さあ、マリサ決めちゃって。そのエイムはとてもヒヤヒヤするのですが、勝てたからセーフで、この結果論で押し通された感。こいつが砕けて終わりですね。いやー、リハビリということでどうなるか心配だったけど、なんとかなってよかったわね。おう、勝ててよかったんだぜ。フェスに向けて準備を怠らないよう頑張りましょ。まずはエイムを合わせるところからだな。これは間に合わない予感。というわけで今回はここまで。高評価とチャンネル登録もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。